新キャラスチェックやっていきましょう。はい、どうもです、こんばんは。本日は片桐さん、三上さん、ガモさん、この3キャラの数チェックやっていきたいなと思います。箱でですね、4月1日に配布されたキャラクターなんですけれども、イベントクリアすれば皆さんゲットできるのかなと、でそして貫突もできるのかなというところです。で、技に関しても欠けてる部分があるんですけれども、そちらも配布されてるのかなと思われます。ミッションかなんかだと思うんですけども、僕もいつもにか持ってました。はい、なので取れるかなと思われます。早速見ていきましょう。まず片桐さんからですね、即属性のフォワード OMF の選手、まずダブルポジションっていうのはいいですね、非常に。そして技なんですけれども、メイン技テクニカルコンパクトシュートの S480 威力、まあ、そこそこ高い技ついてます。そして鮮やかな連続ステップの S450 威力、ドリブル技も申し分ないですね。絶妙なるクロスの S415 威力、素早いパスカットの S415 威力、あとは機敏なスライディングタックルがつけることができます。特技はゴールキーパーキラーの S、 ゴールキーパーに対してパラメータープラス 25%、 チムスキは日本選手の全パラ 20%、 絆、日本選手が4人以上いると全員のパラメータープラス 2%、 日本選手が4人以上いると相手チームのパラメータマイナス 4% ということでデバフですね。で、合計6なのでそんなに悪くないですね。で、ディフェンスキラー、ディフェンスに対してパラメータープラス 20%、 そして封印無効化、まあ、この封印無効化ほんとでかいと思います。技ほぼないですから、そういう意味で封印されないのはでかいなというところです。4突で見ていきましょう。フォメ効果、オフェンス 10%、 チムスキ69、バフ45ですね。スタミナ1114に100足して1214、ブロックが4突で見ていきます。さあ、片桐さんの数値このような感じになっております。まず何も乗らない場合、 OMF とかにマッチした場合ですね、ドリブル 44,000、 シュート 48,000、 パスが 43,700、 タックル 35,000 のパスカット 38,000、 ディフェンスマッチだった場合、ドリブルが50,000ですね、シュート 54,000、 パスは 49,800、 タックル 39,800、 パスカット 43,000、でゴールキーパーに対して、これはシュートだけ反映されますね、シュートは 56,600 ということで、まあ、数値だけ見ると、まあ、ディフェンダー以上にマッチしている場合はこれ結構強いんじゃないかなというところです。合算した威力見ていきましょう。技威力、ドリブル450つけた場合、何もないと 199,000、パスに関しては415威力で180,000、タックルに関しては425で148,000、パスカットに関しては415で158,000というところですね。まあ、OMF とかフォワード、また DMF ですね。まあ、こちらにマッチされた場合に守備はかなり厳しいのかなというようなイメージです。読み価値ありの補正を入れていったときに200,000をもう大きく切るような数字になってますね。なのでこれ読み勝っても取れないということになってきます。まあ、ただディフェンダーにマッチした場合っていうところを見ていくと、まずドリブル227,000。で、パスに関しては206,000。で、タックルは169,000、パスカットは179,000。これ読み価値ありの補正入れていくと、ドリブル270,000で、パスが256,000ということなんで、まあ、オフェンス側で、ディフェンダーに読み勝つとですね、抜ける可能性結構高いんじゃないかなというところです。で、守備に関しても、まあ、相手がディフェンダーということを考えれば、まあ、ワンチャン読み勝てば取れる可能性もあるぐらいの数字ですかね。まあ、ただ、まあ、基本的にはやっぱりディフェンスは厳しめというところなんで、フォワードに置いてあげたりする方がいいのかもしれないですね。まあ、ただ、配布キャラっていうところに対して、まあ、ドリブル値とパス値っていうのが、まあ、220,000とか、200,000超えの数字が出てくるっていうこと、まあ、つまり読み勝ったら抜けるぐらいの数字になっているっていうのは、まあ、結構でかいのかなというふうに思います。もし相手が DMF とかでマッチした場合に、ドリブルだと244,000、で、パスだと220,000っていうのが読み勝った時に出てくるんですけども、まあ、これワンチャンタックルしたら230,000とか出してくるような選手もいるので、ちょっと不安かなっていうところではあるんですが、まあ、基本的にはまだ読み勝てば、なんとかなりそうな数字にはなってます。そしてゴールキーパーキラー、まあ、つまりシュート打った際の数値なんですけれども、271,000ですね。まあ、これはもう、結構高いと思います。ロベルトとかと同じぐらいの数字になってますので、十分、まあ、やれるんじゃないかなというところですね。で、属性の有利ありっていうのを入れていくと285,000というところまで出てきますね。まあ、もちろん若林だったり、まあ、カリウサスとか山田くんとか全然届かないんですけれども、まあ、即属性のロベルトとかもまあそんな感じの数字で、まあ、クリティカルであったりとか相手の渾身が削れた際にシュート打ったりとかっていうのもできてたと思いますので、まあ、その辺と同じぐらいの使い勝手なのかなというところです。
まあ、比較に関してはですね、今回簡単にロベルトとサンターナ常設でこの間来たやつですね、この辺と比較してみたいなと思います。まずはドリブル見ていきましょう。ドリブル時に関してはサンターナがディフェンダーキラー乗ると23万、ロベルトに関しては読み勝ちが乗ってくると23万で、今回の片桐さんはディフェンスキラー乗ってくると227,000ということで、ロベルトの読み勝ちが乗った時に近い数字になっているという感じですね。なんで読み勝ったら抜けてくるぐらいの数字だっていうのがなんとなくわかるかなと思います。で、何も乗ってない場合ですね、何も乗ってない時はサンタナ君の何も乗ってない時と近いドリブル値が出てますので、まあ、そのぐらいの使い勝手になると思いますよというところです。シュートを見ていきましょう。シュートはサンターナ君フルメタ積んで274,000、ロベルトが271,000で、片桐さんも271,000ということで、まあ、ロベルトにかなり近い数字ですね。はい、なので、まあ、この前来た常設のロベルトのと同じぐらいのシュートが打てる選手が、まあ、無料でもらえましたという感じになってくる感じですね。パス見ていきましょう。パス値はロベルトが229,000で、サンタナはディフェンスキラー乗ると228,000、片桐さんは206,000と、まあ、ここは少し差がありますね。はい、パスに関しては少し差があるなと、まあ、特に技威力が大きく違うので、まあ、この辺で少し差がついているかなというところです。守備も見ていきましょう。守備に関してはタックルロベルトが205,000、ディフェンスキラー乗った時のサンターナが205,000、そして何も乗らなかった時のロベルト175,000、何も乗らなかった時のサンターナが175,000で、特技乗った片桐さんで170,000ということで、まあ、守備は結構低いんだなっていうことがここでもわかるかなと思います。パスカット見ていきましょう。パスカットロベルトが210,000で、今回の片桐さんディフェンスキラー乗って179,000ですね。はい、というところで、まあ、今回常設キャラと比較しましたけれども、オフェンス値に関してはロベルト級と言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっとパスは触りましたけれども、攻めるにおいては読み勝ったら抜けるぐらいの数字にはしっかりなってるんじゃないかなというところです。で、シュートに関してもロベルトとほぼ同じでしたよね。なので、まあ、十分それぐらいのシュートは打てますよという感じの選手ですね。まあ、守備はちょっと不安なんですけど、まあ、そこはもう箱キャラというか無料でもらえるキャラにもなりますから、十分いいんじゃないかなというふうに思います。続いて三上さん見ていきましょう。力属性のゴールキーパーになってます。メイン技力強いダイビングセーブの S500 威力ですね、まあ、非常に高いキャッチついております。それに加えてフライングキャッチの S470 威力、執念のファインセーブの S440 威力、スーパーパンチの S360 威力というのがついてます。特技はシュートキラーの高浮きの A、高浮き玉のシュートに対してパラメータープラス 15%、 チムスキは日本選手の全パラ 20%、 絆日本選手が4人以上いると全員のパラメータープラス 3%、 パラメータダウン耐性が 4.5 ということで、まあ、合計 7.5 ですね。まあ、これもそこそこしっかりガードできるキャラというところです。セーフティーゾーン、ペナルティエリア外からのシュートに対してパラメータープラス 8%、 低い浮き玉のシュートに対してパラメータープラス 10% で、フィーム効果というところですね。まあ、フィーム効果はありがたいと。4凸の数字で見ていきます。フィジカル 10%、 チムスケ69、バフ45で見ていきましょう。1190の1290スタミナですね。はい、三上さんの数字はこんな感じですね。まず何も乗らない場合、まあ、状況としましてはペナルティエリア内に入られてゼロ距離で地上シュートを打たれるとか、まあ、そういう状況ですね。キャッチが59,000で、セーフティーゾーン乗った場合53,000、浮き玉、低浮きだった場合54,400、高浮きだった場合は56,200と、でここに500威力乗ってくるので、何も乗らない時は254,000、セーフティーだと268,000、低浮きだと270,000、高浮きだと280,000という数字ですね。まあ、この最大値の280,000っていう時点でも、まあ、ナットレーザーとか、まあ、そのフェスナットとか、まあ、何でもそうなんですけども、最近のフェス級のキャラクターですかね。まあ、この辺、まあ、今シューターとして活躍しているキャラクターたちは全て止めることができない数字にはなっております。まあ、なので、まあ、それ以下の状況が生まれた場合でも結構厳しいのかなというところですかね。まあ、デバフガードっていう意味で、まあ、例えば高浮き全部乗った時に力のナットとかといい勝負できればよかったんですけど、まあ、そこにもちょっと初段ナットにはだいぶ届かないかなというところですかね。
それでは今回の片桐さんと三上さんをシューターキーパーの比較で見ていきたいと思います。まず片桐さん、こちら27万1千ということで、まあ、近しいところで言うとロベルトっていう話ではあったんですけれども、フォワードキラーだけ乗った場合の例えばサリナスとかが27万1千という数字になってます。まあ、なのでワンチャンバフサーとか、まあ、相手にフィジカル方面が乗ってないとか、まあ、そういう状況であれば、まあ、サリナスぐらいであればあの0キロで打ってあげれば抜ける可能性があるキャラですね、フォワードで使ってっていうところです。まあ、あとはちょっと古いですけども全力全開の4周年の翼とかがカタルーニャ積んだ上で26万9千とかっていう数字なんで、まあ、その辺は超えてますよという感じですかね。フォワードキラーのヘルナンデスとかもぶち抜くことができそうですね。このデバフの翼くん、この辺もカタルーニャ積んで26万8千とかなんで、まあ、この辺も超えてますよと。まあ、日野くんとかも一応同じバフ条件であれば超えそうというとこですね。まあ、なんで27万台っていうのは本当に最近の常設キャラのシュート値に近い形にはなってるのかなというとこです。まあ、これが無料で手に入るということでオフェンス面は非常に優秀なんじゃないかなというとこですね。そして三上さんなんですけども、高浮きのキラー 15% 乗ってこれ最大値ですね、28万1千という数字になってます。まあ、ヒューガ君も高浮きシュートは止めることができそうな数字ですね。まあ、ただこの前来た、ナットレーザー、ソックフェスのナットレーザーであったりとか、デバフのナットですね、この辺に対してはちょっと止まんない数字というところです。ブライアンとかも属性の不利になっちゃうので、まあ、この辺もちょっと厳しいかなというところと、まあ、一応ドールマンとかが高浮きキラー乗った時の数字っていうのは超えてたりします。ドールマンが27万4千、若島津がフォワードキラー乗った場合で27万1千なので、まあ、この辺のキーパーと比べて高浮きに対しては一応強いですよという感じのキャラクターにはなっております。まあ、ただ肝心の地上シュートですかね、はい、まあ、ゼロ距離とかで打たれた場合に一番弱いという状況が生まれてくるので、まあ、これに関しては相当厳しいと。まあ、初段のヒューガーはワンチャン止まるっていうぐらいみたいですけれども、基本的にはこれを超えてくるシューターっていうのはかなり多いので、まあ、大体打ったら入るというようなキャラクターにはなっちゃうのかなという感じです。それでは最後ですね、ガモンさん見ていきましょう。即属性の DMF、DF の選手、まあ、こちらもダブルポジションなんですごくいいですね。メイン技ハイパーアタックルの S450 威力、サブ技でストロングパスカットの S455 威力、ハイパーブロックの S450 威力、豪快なクロスの S425 威力がついてます。特技は国籍リンクの日本、試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ最大 20% 5人までということで、まあ、日本パに入れるのがいいですね。チムスキーは日本選手の全パラプラス 20%、絆日本選手が4人以上いると全員のパラメータプラス 4.5%、 なんと箱で 4.5 なんでこれも嬉しいですね。コブ日本選手マッチアップで勝利すると味方の日本選手は次のコマンド選択時にパラメータプラス 2%、 まあこれも微妙にでかいかなと思います。対抗心カッコカジバ、カジバの一撃、カジバの底力または対象の特技を味方に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータプラス 10%、 まあシュナイダーとかそういうキャラに対してですね。そして封印無効化というところで、封印無効化1つまでという感じなんで、まあ、こちらも技少ないですので封印無効化でかいですね。フィジカル 10%、 チムスキ69、バフ45、スタミナが1186の1286、まあ、4凸で見ていきます。シュート以外4凸で見ていきましょう。数値としてはこのような感じになっております。まあ、基本的にはリンク 20% 乗った状態での運用になると思いますので、こちら見ていきますけど、タックルが 47,800、 ブロック 52,000、 パスカット 45,500、リンクプラス対抗心ですね、相手がカジバだった場合にタックルが5万、ブロック5万5千、パスカット4万8千、まあ、結構高いですね。そして技威力反映していくんですけども、リンク 20% 乗ってる場合でタックルが21万5千、ブロックが23万5千、パスカットが20万7千、対抗心まで含めるとタックルが22万8千、ブロック25万、パスカット21万9千と、まあ、結構高いですね。このぐらいの数字が出てると普通に読み勝ったら、取る数字になってますね。リンク 20% の条件だけでもタックルで26万、パスカット25万という数字が出てますので、まあ、この前来たソックフェスのナトゥとかでも読み勝てば取ってきますね。シュナイダーとかも全然取れると思います。
まあ、対抗心まで含めればちょっと上がるというところで、まあ、より読み勝った時に取りやすくなるかなと、まあ、ゴリ押し効くレベルではないかなとは思うんですけども、まあ、ワンチャンブロックしておけばですね、シュナイダー、まあ、でもちょっと厳しいですかね。27万ぐらいあるとゴリ押しで取るっていうことも起きそうなんですけど、このぐらいだと読み負けると抜かれちゃうかなと思われます。まあ、ただ読み勝ち、ブロックで読み勝ったっていう場合にシュナイダーのシュートとかっていうのはしっかり止まるぐらい の数字が出ると思いますので、まあ、この辺は読み勝つ分には十分使えるんじゃないかなと思います。なんでペナルティエリアシューターとかで、まあ、シュナとマッチした時に、まあ、相手シュート打ったことに対するブロックでの読み勝ちに関してはちゃんと止まるのかなという感じです。それではガモスさん比較していきたいと思うんですが、数値が結構ガモスさんいいので、フェスのカルツ持ってきてみました。そしてこの前来たディックですね、この辺と比較してみたいなと思います。まずタックルから見ていきましょう。カジバ乗った時のカルツが24万で、まあ、ペナルティエリア内にいる時のディックが23万5000で、リンクプラス対抗心、まあ、両方乗った場合のガモスさん22万8000で、何も乗らなかった時のカルツが21万9000というところです。でその次に来ているのが、リンク 20% 乗った時のガモさん21万5000、まあ、なんとディック君より1万ぐらい高いと、1万5000ぐらい高くて、で何も乗らないカルツに近いぐらいの数字が出てますね。なので、まあ、リンク 20% っていうのはもう普段からこの数字なので、スタミナマックスのカルツと同じぐらいのタックルの強さがありますよという感じです。なので優秀ですね。ブロック見ていきましょう。ブロックはペナルティエリアに入った時の、まあ、ディック、まあ、27万ですね、まあ、このぐらいあるとシュナイダーに対して結構ゴリ入れるのかなというところです。でリンクプラス対抗心で25万、カジバ全部乗った時のカルツが24万6千ということなんで、まあ、対抗心含めてで言うとカルツのブロック値超えてるという感じです。まあ、カルツのブロック最大値も超えてるので、まあ、結構ブロック止めれるキャラ多いのかなと。なんでピエールとかシュナイダーとか、まあ、この辺は結構やれるのかなというところです。相手がヒューガーだった場合は相手にも属性有利が乗ってしまうので、ブロックキラーも働いた上でちょっと厳しいということにはなりそうかなと思います。リンク 20% だけだった場合でブロック値23万5000で、何も乗らなかった時のディックが23万で、カルツは22万3000ですね。はい、なのでブロック非常に優秀かなと思います。パスカットを見ていきましょう。パスカットはカジバ乗った時のカルツ25万、ペナルティエリア内のディックが23万、何もない時のカルツ22万9000、対抗心まで含めれば21万9000で、今回のガモ君それなりの数字出ております。リンクだけだった場合は20万7000のパスカット、まあ、それでもディックがペナルティ外に出された場合よりも高くなってますね。はい、なんでここだけで比べるとペナルティエリア外のディックよりも、まあ普段のガモさんっていうのは強いよという感じになってきます。はい、なんで非常に優秀なんじゃないかなというところですね。まあこのディックに関してはペナルティ外出されたとしても、まあ読み勝ったらそれなりにやれなくもない、まあちょっと厳しい時もあるんですけれども、まあ選手かなというところです。でそこに対してタックルはまあより強化されてて、でまあ、パスカットに関しても、まあ、相手によると思うんですけど、ピエールとかも属性有利乗りますから、まあ、属性有利と読み勝ち含めればピエール24万ぐらい のパス打ち出してきますけど、まあ、それは大きく超えて読み勝ったら取れるぐらいの数字が出てんじゃないかなと思われます。はい、というところで、まあ、今回箱の3キャラ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、今日しかもしかしたら取れないかもしれないので、まだイベントやってない方はぜひ獲得はとりあえずしといた方がいいかなと思います。で技に関しても配布というか、まあ、ミッションかなんかで取れるかと思いますので、まあ、そちらも合わせて取っておくといいのかなと思われます。まあ、数値的にはですね、箱キャラにしては非常に強いのかなというような印象です。なんでポジション的に、まあ、うまくハマってなかったところとか、この辺のキャラクターで埋めれるのであればいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ちょっと三上さんだけは普通に穴になっちゃうと思うので使いづらいかなと思うんですけど、まあデバフかけてくるような強襲であったりとか、まあ、そういうところでは使えると思いますので、ご検討いただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。